ザックです。時刻は午前2時24分。私たちは今どこにいるかと言いますと、静岡の沼津にいます。と言いますのも、彼女が誕生日を迎えまして、車で伊勢神宮に行こうということで、仕事終わりで帰ってきたんですけど、ちょっと途中まで行けるとこまでよ、あくびがすごいですね。あくびをするね。眠いよね。眠い。はい、途中まで行こうということで、沼津まで来ました。いつもですね、キャンプの時もお世話になっている、万葉の湯でね、風呂に入って仮眠を取り、朝、そして毎回再アタックですね。土日は鳥羽水族館で伊勢神宮2日目のグルメ旅って感じですかね。寝てますか？はい。しようと思いますんで、ぜひ最後まで楽しんでください。はい、美味しいグルメの情報とかもね、ちょっとで下調べしていけると思うんで、参考になったら幸いです。それでは行きましょう。この日も深夜はガラ空き、サウナに温泉入って仮眠をしっかりとって次の日へ。おはようございます。万葉の湯で仮眠といえども4時間ぐらい寝たんで結構すっきりしてます。これから4時間ぐらいですね、運転して鳥羽水族館、ついに私の夢15分見るという夢を叶えてまいります。ダンゴムシみたいになってます。おはようございます。動かない。さあということで準備を整えました。もう眩しいですね。見事な快晴でございます。ここから4時間頑張ります。授業に会いましょう。いや、ね、楽しみだな。行ってきます。なんだよくわかんない城がある。海が青い。ああ、着くぞ着くぞ、鳥羽水族館着くぞ。ああ、ああ、すごい、早くもジュゴンが、ジュゴンが鼻の穴が楽しみですね。楽しみ。あ、すごいすごいすごい。うわ、絶対楽しいじゃん。ここで鳥羽水族館を簡単にご紹介。三重県鳥羽市に本拠地を置く日本屈指の規模を誇る水族館で、展示生物約1200種類、日本国内で最大級です。そして日本で唯一ジュゴンが見れます。海や川の生き物もたくさん展示されております。皆さんよろしくお願いします。お願いします。最初見たのはセイウチでした。本当に改めて近くで見るとめちゃめちゃ大きいよね。本当セイウチって、で目がね、この赤い目が特徴なんですけれど、これもともとセイウチの特徴になっております。そしてもう一個特徴的なのはこのヒゲですね。わしゃわしゃですごい硬そうでした。そして記念にパシャリと写真も一枚撮ってみました。お前に似てない、お前に似てない、お前に似てない。かわいい。ぬぼーって顔ってる。ぬぼーってしてる。すごいおっとりしてる。これもしかしてまたゆっくりも。ね、もう一回来るかもしれない。うん、待ってみようかね。うん、取れる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 。止まってくれたんですね。サービスショット。耳っぽいね。可愛いね、てめえ。ジュゴン出会いました。そしてウミガメでかい、ウミガメがでかい。いやー、ジュゴン見れてもう私はもう満足です。まだいるから、まだ外にいるから。アザラシ来ない感じ。タコを触っていいそうです。触りなよ、触りなよ。ベレン、冷たい冷たい。ブリンブリンだ。あ、すごい、触手が伸びてる。攻撃してきてる。本当だ、攻撃してきた。敵だと思ってる、ね、うわ、ブリンブリンだ。あ、すごい、くっついた。あ、そりゃそうか。あ、動いた動いた動いた。それこっちか。くるりん、ごめんな。うん、
い近い、すごい挨拶、あー近いね、うわうわ夢です、あーずっと食べてんじゃん、ビーバー、尻尾がねまた特徴的なのでね、カモノハシみたいな、これうわこの尻尾よ、ビーバーってこんな尻尾なんだ、そう、言いづらいけど、トドが鳴いてる、餌食わせろって言ってるのかな、うん、マザラスに合わせろよくさ動物園の他のさ動画とかでは人参とかいっぱいこうさ積んでさ手で持っていっぱい、うん、抱えてこう餌場に戻るみたいな、あそうなの、そうかわいいね、一心不乱、カワウソがキュッキュ言いながらなんかしゃべってる、あーすごい喧嘩してんの、取り合ってんの、どうしたの、どうしたの、ちょっと僕ら顔を出て電車かと思ったら出すべだろめっちゃ多いって言ってる、飛び込みそうだけど飛び込まない、他のがおらついてんだけどみたいな、すごくおらついてるな、ラセ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 ラ、どうですかトド、結構好き急上昇トド、うん、おしゃれ系おしゃれ系日本の川奇跡の森なんか日本っぽくなってる、ほらトドがずっと鳴いてる、トドの推しですね、うん、川魚とかもねいるんだ、清流とか顔してる、かわいい、かわいいね、ちっちゃい、ジュゴンの真下ぐらいに行くとちょうどいい、あ、そうそう、10秒で撮ります、見てよこの寝顔、もう可愛すぎでしょ、ね、空洞入ってみますか、お風がすごいね、わーいいね、楽しいね、おーすごーい、え、あーおねんねされてらっしゃる、かわいい、むっちりもちもちだね、どうですか、一番よかったね似てるよ、似てる、うん、スナメリ、かわいいね、あれお子さんですかね、ねえ、濃いよ ね、 ねなんかじゃれ合ってるもんね、ファミリーかな、おいおーい、わー来てくれた、わーありがとう、ありがとう、あ、なんか手振ってる感じする、手振ってる感じする、かわいい、あーかわいい、あーかわいい、なんかファンサービスしてくれてる気がする、すごいかわいい、つるつる、マナティー、あーすごい怖いのがいっぱい来た、怖いのがいっぱい来た、マナティー、すごいなんかずっと食べてる、なんかずっともしゃもしゃ食べてる、うん、すごいなんかすごい、あーすごい、ゾウさんみたいな感じで、ねえ、そうかもね、カメさん、スッポンみたいな感じ、なんか落ちちゃった、ブサイク、かわいい、ねえ、マナティすごい、ブサイクブサイク、もっちりブサイク、なにこれ、なにこいつ、なにこいつ、サコじゃん、サコだわ、コマナティ、小花っていうか、水面の草食べて沈んでいく、
かわいい。歩いてる、かわいい。戻すの。かわいい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 。ぶん回してる。咲かれた。もちもちが。もちもちバイカルアザラシ。バイカルが一番好き。一番好きかも。なんかパツパツで、もちもちパツパツかも、うん、見てよほら、うん、最高でした、ね、この後はチェックインして地元のスーパー銭湯行って地元の美味しい餃子を食べるということですけど、うん、食べに行きましょう。じゃあはい、ということでちょっと動画が長くなりすぎると思うので今回はここまで、鳥羽水族館までです。この後はですね、また違う動画でですね、今度は伊勢神宮周辺のですね動画をお届けしようと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。